県内広くお出かけ日和となった今日、森山市内では何台ものバスが集まるイベントが開催され賑わいました。運転席に座って手を振ってみたり、乗務員の制服を着てポーズを決めてみたり、今日森山市内の大型商業施設駐車場では先月20日のバスの日にちなんだイベントが開催され、親子連れや乗り物ファンなどで賑わいました。会場には県内のバス会社などから巡回用や観光用など15台の車両が集められ、自由に見学することができました。こちらは県内には2台しかないという全長18メートルのドイツメーカー製、日頃は JR 南草津駅から立命館大学まで主に学生を乗せて走っているという近江鉄道所有の連接バスで人気を集めていました。このほか会場では、なり手不足が社会問題化しているバス運転手の募集呼びかけのほか、熱心なファン向けに実際に使われたバスの備品販売なども行われていました。あれで大丈夫ですよ。何か欲しいものが見つかった？あ、見つかりました。これは観光のバスのついてたもので、かなりレアなものです。今の気分は？もう最高です。イベントを主催した滋賀県バス協会では、こうした取り組みを通じて地域の足として不可欠なバスへの親しみや理解を深めてほしいとしています。大津市内では今、毛糸で編んだぬいぐるみの展示が行われています。大津市にあるコラボ滋賀21では、かぎ針で毛糸を編んだぬいぐるみ、編みぐるみの作品が飾られています。こちらはおとぎ話から登場した赤ずきんやおばあさんたち。展示はこうした作品を手掛けるハンドメイド作家らのサポートを行っている県内在住の新井直美さんが編みぐるみの認知度を上げようと企画しました。新井さんは若い世代が編み物をする機会が少ないことから、この企画展を通して幅広い世代にその魅力を広げたいとしています。この編みぐるみとデザイン展は土日と祝日を除き、コラボ滋賀21で今月31日まで開催されています。